オリオールズレッドソックス、16日、日本時間17日、オリオールパークレッドソックス吉田正隆外野手、31、が、敵地でのオリオールズ戦で6試合ぶりとなる8号スリーランを放った。吉田は、6番 DH で出場し、54の4回2し12塁で迎えた第3打席。先発右腕バーンズの初級カーブを捉え、 右翼スタンドに運んだ。打球速度101、5マイル、約1633キロ、飛距離381フィート、約116メートル。10日のアストロズ戦以来の一発で、後半戦はすでに4本目となった。初回は至球、3回はサゼンダを放ち、3打席連続出塁。後半戦に入ってから調子を上げており、 特にここ11試合は打率4割超えを記録している。第3打席までの今季成績は打率2割9分、8本縫い打、42打点、オップス794となった。